ってやろう。太郎だし。自由自由自由です。こうか、じじ。はい、ということで、じじさん。じじしゃん。まあ、じじ選手もだいぶおしゃべりが上手になってこられたんじゃないのかな。うん、ちょっと太郎さん少し安心しているところなんですけども。どうですか、自分でいろんな、ね、インタビュー受けたりとかされるじゃないですか。ちょっと、私慣れてきたかしらみたいな感じはある。いや、まだまだ毎回緊張しちゃう。緊張ではないですけど、まだなんだろう、慣れないですね。慣れない、まあ、でもほら、もう CM 出たりとか、ね、雑誌のインタビュー受けたりとか、CM とかのほら撮影のシーンとかブログとかにも出てくるけど、はい、こう写真とか撮られてプロのカメラマンに、はい、あれ、どう、緊張するの、それとも嬉しいの、緊張するの、どっち。いや、写真苦手ですね。あ、苦手、なんか表情作ってとか言われて、カメラもよく喋るでしょ。いいよいいよいいよ、あ、リーダーショット、かわいい、あ、いただきみたいな。言います、いただきましたみたいな。僕らが取材してるのも話聞きながらこうやってカシャカシャって撮られてるのも嫌でしょ。あ、でも無言で撮られる分には別にいいですよ。あ、無言で撮られるのはなんかそーっとカシャ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 。あ、なんか、そのレースの時とか、あ、でもなんか車乗ってる時に車の前に来て写真撮ってくださる方結構いるんですけど、なんかどこ見てればいいのかなとかたまに思いますよね。全然気にしない時もあれば、休憩してる時とか、目の前にカメラ来るとカメラこれ見ていいのかなとか思っちゃう。いや、でも気にしないようにしてますけどね、あんまり。まあ、多分撮る方もそんな気にしてないですよね。まあ、特に仕事でね、撮ってる方なんかもうね、そこで撮らなかったらもう仕事じゃなくなっちゃうからね。もうそれもね、ズカズカズカってね、なので、まあちょっとね、はい、軽快なトークで質問箱をね、展開していきたいなと思うんですけど、まずね、海外でねレースされてるということで、ダブルシリーズ終わって日本に帰国しました、はいはい、最初に何しました。コロナの検査。それ実務じゃん。いや、本当に飛行機ついて一番上手いです。そうね、そうね、そうじゃなくて、よし、日本帰ったら、例えば太郎さんだったら、よし、ラーメン食いに行くぞ、日本帰ったら絶対もう最初ラーメン食いに行くぞみたいな、は、岡山帰って、自分の犬とか猫とか最初に会いましたね。あ、なるほど、自分のね、はい、ご家族に、はい、あ、じゃあ今回猫ちゃん連れてってなかったんだ。そうですね、やっぱみんな連れていけないので、最初に会いましたね。あ、前に行って、で、ワンちゃんは散歩してあげて、めっちゃ走るでしょ、もう久しぶりだから。え、もうすごいですね、もう立ったら自分より背大きいんで、あ、そんな大きいワンちゃんがいるの、はい、それは何系、デドリバ、ラフコリーとボルゾイ、わかんない犬種で、ラフコリーとボルゾイ、ボルゾイ、ボルゾイって言って細くて大きい犬なんですけど、その2匹とあとその子たちの子供がいるんで、じゃあ散歩行くの大変だよね。散歩されてる側じゃない。散歩は全員連れてけないんで、本当たまに行くんですけど、うちの庭があるんで、そこにガレージとそこもつながってて、ガレージはなんか部屋になってて、そこから自分たちでも好きなように出入りできるようになってて、私の部屋より大きいんですよ。あ、そうなん。犬たちの方が大きい部屋です。もいわゆるドッグランみたいな感じがあると。そうですね。だから庭と中を行き来できるようになってて、そこで自由に走ってますね。なるほどね。じゃあ、何やとまれまず、そうですね、家族に会いに行ったと、はいはい、で国内にいらっしゃる時は学校に通ってるんだよね。そうですね、はい、今高校1年生2年生です。2年生、はい、あれ、まあ、いわゆる おじさんたちの JK、 あれ本人たちも JK って言うんだっけ。自分たちも JK って言いますね、じゃあその JK ライフ、はい、普段、まあ、普通に学校行って放課後、はい、まあ、お友達と遊んだりもするの。する時もあります、あります、はい、まあ、一緒にご飯食べて、まあ、帰って
ってそのままシミュレーター行ったりとかお買い物とかも行くんでしょ。たまに行きますね、うん、オフの日とかは、うん、お洋服買いに行ったりとか。そうですね、うん、ドライバーとかネイルとか行かないのかな。まあ行かないですね、うん、もうやってもらってもすぐ取れちゃったりしたらもったいないですし、ネイルはやってみたいんですけど、うん、やんないですね。やってみたいけど、うん、制服着て学校に通ってる姿が全然想像できないんですよ、うん、あ、本当ですか普通の一般の高校生ですよ。教室で授業受けてる、うん、あ、そうですね、普通にもう授業受けて普通に登校してって感じですよ、うん、で学校帰り、まあ友達と遊びに行くと今なんかあの流行りとかあるの。流行りですか。クラスとか学校で流行ってる。特にない。あ、友達は TikTok とかやんないの。やってますね、うん、あ、じゃあ探せば出てくる。私のですか、うん、あ、出てこない。あ、出てこない。なんか一緒に撮ろうと言われますけど、うんうん、それをなんか上げたりとかしてないみたいです、ね、うん、あ、そうなんだ、うん、まあなかなかね、この間ブログでね、学校行ってます、はい、学校の帰りに遊んだりしますってね、うん、書かれたりされてたんだね。じゃあ どういうとこ行ってんだろうと思って、うんうん、なかなかね、ちょっとそういう情報が出てこないんで。イオンとか行くの。イオンは行かないですね。イオンのスポンサーないな。やばいやばい、言っとこう、イオン行きますってそうだな、ね、イオンとかね、うん、イオンとかね、行くのみたいな学校の近くにイオンはないんだ。あ、ないですね。あ、ないんだ。結構もう、うん、田舎って言ったらあれですけど、うん、なんか住宅街みたいな感じで、うん、学校がいっぱいあるので、あんまなんかそういう買い物っていうのは結構電車乗って、うん、街に行かないと。あ、そう、結構移動しないと。そうですね、そういうとこ行けないんだ。で、唯一あるのがなんかお団子屋さんが近くにあるんでお腹空いたらそこで。スタバじゃなくてカフェじゃなくてお団子屋さんお団子買って帰ります、うん、なるほど。ちなみに、あれ、好きな食べ物ってよく聞かれると思うんだけど、はい、うん、いつもなんてお答えになってるんでしたっけ。好きな食べ物って言われると、タン。あ、タン。でも焼肉じゃなくてタン。でもフルーツが好きなんで。あ、フルーツ、うん、おー、フルーツはもうじゃあいわゆる 生のフルーツ。いちごとか柿とかが好きですね。柿好きなんだ、うん、へえ。柿あといちご。あといちごですね。あれ、いちごって今だっけ。春か今何、みかんみかん、みかん、桃とか。あ、桃好きです。桃ね、桃とかぶどうとかね、果物いっぱいあるね、お買い物とね。そうですね、うん、マスカットが美味しい。うん、はい。ちなみに、苦手な食べ物は、うん、脂っこいものがあんまり得意じゃなくて。脂っこいもの、うん、何、じゃあとんかつとか揚げ物とか。揚げ物も、うん、あんまり食べないですね。あ、そうなんだ。あとはなんか高級なお肉とか脂乗りすぎてたらちょっと。分かる分かる、高いお肉でしょ。高いお肉、あんまり焼かなくていいやつ、うん、逆にね、うん、そうそう、田野さんもね、あんまり焼かなくていいやつ、ダメなんです。そう、田野さんぐらいの年になるとちょっとね、いいお肉食べるとちょっとお腹痛くなっちゃう。お腹痛くなっちゃう。何度何度も先生に怒られちゃうんだよ。お前何食った、たまたま変に食ったんかみたいなすいませんみたいな。脂っこいものじゃ、まあ普段が、まあでもアスリートだしね、うん、脂っこいものはね、あんまり取らないって、好きじゃないっていうのはそれはいいかもね。そうですね、うん、アスリートとして食生活をすごいこう管理してるとかそういう感じじゃない。まあ、なんか制限っていうか逆に食べるようにはしてますね。まあでもお年頃的にはこう体がほら大きくなる時期だから、ちょっとこう気をつけないとこうすぐこう体重が増えたりとかっていう。でも別にそこは増えてほしい、逆に。あ、逆に。なんか食べても食べても、こんなこと言ったらなんか嫌味みたいに思われるかもしれないんですけど、うん、あんまり太らない体質なんで、だから逆にもういっぱい食べるようにしてますね。なるほど。まだまだ先の話ですけど、年を重ねていくと、うん、食べたら食べた分の5倍ぐらい食ったね。タラさんだって20代前半の頃は骨川筋夫って言われてたんだ。骨川筋夫。本当の、もう食べても食べても太んなくて、あ、俺太んねーと思ったけども、30超えたぐらいからもうバーン。もう一度ついたらもうね、戻らない。戻らない。戻らない。
あの頃には顔になっちゃうんでねまあまあね、アスリートさんだからね、そんなことはないと思いますけど、なるほど。じゃあタンが好きで脂っこいものはあんま食べないと、はい、はい、でまあね、ちょっと今タラさんお年頃って言いましたけど、好きな男性のタイプ、わあんまり考えたことない、うん、あ、考えたことない。じゃあ質問を変えましょう、うん、好きなアイドルとかいます？ジャニーズとか。いないですね。いない。あ、でも海外いるからあんまわからないか。あんまり興味がもともとなくて、うん、なんか周りのお友達とかさ、友達はもちろん、うん、なんかいますけど、うん、わかんないですね。わかんないんだ、うん、ただレーサーとは付き合いたくないんですよそれだけ言ってるんですけど、レーサーは嫌なんですよね、うん、多分今日本国内 のレーシングドライバーですから、みんなあ、俺ダメなんかなんでダメなんですか。いや、なんか自分より速い人だったらいいなっては思うんですけど、うん、でも将来的にやっぱ自分が一番速くなりたいと思ってるのから、なんかダメかなって感じ。大体レーシングドライバー自己中じゃないですか、うん、それは嫌じゃないですか。でもそこは逆にそうじゃないと上に行けないと思ってるので、うーん、ぶつかりそうですよね、お互いになんかちょっと一本ネジ外れてるんで、なんか早い、自分より速い人がいいって思うんですけど、逆にその速い人だとやっぱ一本二本ネジ外れちゃってるんで、うん、そうするとダメだなって思う大丈夫、多分ね、ジュジュ選手もネジ外れてるからそう外れてないと思ってる。相手は外れてると思ってる。確かに。私も外れてないと一応思ってるから。そうでしょ。いや、十分外れてます。そこが逆に。うん。だからこう改めてね、あ、そうか、私もネジ外れてるんだってね、それ、うん、認識、そのお持ち帰りいただいて。角田君の感じ。おう、うん、シンガポールでね、そのうちと、うん、そうですね、うん、すごい面白い、面白かった。僕らの取材を受けるときの何倍か喋ってたみたいですね。やっぱり全然違うんです。いつもより多く喋ってたんだ。全然喋んないから、うん、なんか喋んないんですよ、いつも。いつも帰りたがってるっていう風に聞いて、うん、逆でしたね、なんか逆にもうちょっと話したそうな感じの雰囲気は感じ取れまして連れてかれてましたね、マネージャーさんに。もうそろそろ行くよみたいな感じでほら行くぞみたいな。でもすごい優しかったですよ。話も向こうから、うん、ジュジュ喋らなくてもいいんじゃないかなっていうぐらい喋ってくれたから。饒舌だったんだ。想像してたよりも話しやすかったですね、うん、なるほど。まあまあそういうことで、まあ、ゆき選手との、ね、対談もありましたよということで、はい、日本国内に戻ってこられてトレーニングのもね、並行していろいろやられてると思うんですけど、この1年身長とか体格はかなり変わったんじゃない？どうですかね。自分身長は伸びたんじゃない？身長は伸びた、ねえ、うん、身長がぐっと伸びると車乗った時とかシート作り直したりとかする、まあ、今はそんなにもうすごい急激には伸びてないんですけど、うん、前は20センチぐらい1年に伸びた時があって、うん、その時はもう3回ぐらい1年で作り直してたんで、うん、大変でしたね。あ、そうなんだ、うん、なんかトレーニングしてる模様とかもよく SNS とかで見るんだけど、結構やっぱ年々こうハードに負荷を上げてってるの、その体が大きくなるにつれて。はい、うん、やっぱり最初の方はあんまり筋肉つけすぎると背が伸びないっていう風に言われてたので、うんうんうん、まあ、体幹やったりとかちょっとウェイトやったりとかでしたけど、今はもうがっつりですね。うん、なんかよく F1 ドライバーが首鍛えるのにこうなんかゴムかなんかカーッとこう首引っ張ってるトレーニングとか見るんだけど、はい、そういうのもあったりするの？やります。あ、やるんだし、うん、ジム行ってお父さんに来てもらって、うん、首こうやって押さえてもらってやっもう周りの人たちは何やってるんだろうっていう感じで。そうだね、何にも知らない見たら、うん、ちょっとお父さん何やってるんですかみたいなそんな感じですよね、うん、いや落ち着いてみたいな、すごい見られますよね、うん、あ、そう、やっぱりやるんだね、首、はい、あれはなんか重たいなんか円盤持ってこのこういうのもよくやってるんだけど。やりますね。あ、やるんだ。バランスボールみたいなのって、乗って、うん、あれ何キロぐらいの重り持ってるの？何を鍛えるか、うん、その体幹を鍛えるときは、うん、まあ、そんなに重いのは持たないですね。
思いをやればいいってことじゃないんだ。そうです、ね、あ、そうなんだ。バランスボールに乗るときはその体幹重視なんで、うん、でこっちの逆腕鍛えるときは それじゃないですね。限界までやりたいときはもう結構もう一回やるのもしんどいなっていうくらいの重さで、うんうん、なんか叫びながらやってますね。そうなんだ。とか言って10回ぐらいやって休憩して、うん、まあ、叫びながらってことはやっぱり相当負荷かかってるってことだよね。そうですね。次の日、うん、あの笑いたくないとか痛くてあそういうこと、咳もしたくないとか言って結構ハードにやるときはハードにやられてるんだね。あとシミュレーター、はい、うん、の映像もよく見るんだけど、ご自宅にあったりするの？あと日本では、うん、そのスポンサーというか応援してくれる、うん、シミュレーターの会社のところに行って、うん、使わせてもらってますね。うん、でデンマークはデンマーク のガレージにあるので、うん、そこでやったりしてますね。あれ、走るソフトは何を使って走ってるの？ R ファクターと、うん、アセットコルサですね。R ファクターとアセットコルサって、ね、どっちがどうとか個人の意見ですね。個人の意見、うん、ではあんま詳しくはないんですけど、うん、R ファクターの方は今年 W シリーズで走ってた車があったので、うん、車を慣れたい時はそっち走ってて、うん、アセットコルサの方がサーキットの完成度はなんか高いなっていう。そうなんだ。再現度が高いなと思ったのでサーキットを覚えたい時はアセットコルサかなっていう。この車のシミュレーションは結構リアルですか？ちょっとここ違うなとかっていうのは、まあ、それはもちろんありますね。一応ゲームではあるのでもうそこはまあ割り切ってはいますけど、本当に F1 とかで使ってるような360度みたいなそこまでのあれではないのでやっぱ現実とは違いますね。でもサーキットを覚える分には十分だな。あとは集中力とかそこでトレーニングできるのでレースシミュレーションじゃないですけど30分ぐらい集中して乗ったりとかはします。うん、結構マイナーなサーキットもあったりするの？ ありますね。なんかダウンロードすれば結構いろんなサーキットがあるらしいので。あのヨーロッパなんかのローカルサーキットなんかでレースする時も意外にあったりするの？ありますね。それは連絡してちょっとダウンロードしてって言って、はい、してもらってます。次どこどこレースだからさ、うんうん、そうですね。ということでね質問箱でございましたけれども、はい、はい、うん、まあ皆さんね気になっていらっしゃるんでまた、まあ、どうされるのかっていうことで、まあまあ、まだまだねこれからいろんなことが決まっていかれるんだと思うんですけども、まあヨーロッパをベースに活動されるということはお変わりない感じですか？そうですね、うん、ヨーロッパを拠点に、うん、拠点に、はい、じゃあ、あれかな、またヨーロッパを渡られてガンガン走り始めるとはい、いう感じでございますか？そうですね、その予定でもあります。なるほど、まあ、始まるかどうか、まあ、やるって言ってるからやるんだと思うんですけど、まあ、F1 がね、まあ、ダブルシリーズに変わって新しい女性のシリーズを立ち上げるなんていうね話もありますけど、うん、まあ、その辺も興味はあったりするんですか？そうですね、まあ、条件が合えば、はい、ダブルシリーズがねいろいろ大変だったからねちょっと本当に、ね、どういうものなのかっていうのねしっかり確認分からないとね、うんうん、やみこもりねなんか F1 がやるんだったらやりますっていうことではないと思うので。そうです ね、うん、まあまあ慎重に吟味されてると思いますけどもまあでもねその先2024年の、フォーミュラー E、はい、東京大会ね目指すっていうことですので、はいはい、まあしっかりと小池都知事と、ね、山本左近選手に頑張っていただいてそれをね現実のものとしていただくということと、まあ、そこにね向けていく、ジジ選手がフォーミュラー E に乗りたいっていうことはやはりその前の年2023年をねそこの準備期間として、うん、いいシーズンを過ごすかっていうことにねかかってくるかと思いますので、太郎さんは何も言いません。はい、いやもうまた怒られるんですよ多分、うん何のシリーズ出るかももう聞かないですあでも2024年の話しちゃったんだ応援してない応援してない応援してない編集で消しちゃうもうピーって入れちゃうから、はい、ということで本日は野田樹選手を、お招きしてねワイワイ質問箱をお届けさせていただきました。ね、お忙しいところどうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。それではまたお会いいたしましょう、はい、さよなら。